柳川民さんです。今日ね、今なんていうかな、作品2点売れて、それもかなり大きい作品、今ここにありますけど、大きい作品で、まあだから価格も1枚1万円になっちゃってるわけですね。我々がやってる期待分子ギャラリー3000っていうのは、まあ3000円という意味でやってるわけですけども、まあ1万円は随分高いんですよね。まあこのサイズなんですね。永遠のサイズでありまして、ですから、まあ、出力がこのレベルでやってるということですね。で、まあ、このアトリエでこのサイズを出力してるわけですよね。まあ、ですから、まあ、非常に綺麗な写真で、ちょっと持ってくださいます？まあ、だからほら、いや、持つっていうのは自分の前に、これは、そうそうそう、どのぐらい大きいかっていうね、そう、そこから顔を出してくださいます？ね、このぐらい大きい写真ですね。これをまあカーで出力してて、しかもこれがですね、実はキャンバス地なんです。これキャンバスなんですね。サテンキャンバスです。そうですね。今キャンバス2種類、エプソンを出してますけど、これは高い方の。そうなんですね。高い。マットキャンパスマとットキャンバスとササテテンンキキャンャバンスバがあっス。て、サテンは高い。だけどまあ、今回もね、頑張って、柳川さん、本当に最近の写真いいもんだから、ぜひね、ありがとうございます。ね、写真っていうのもさ、まあ、皆さん聞くの不愉快なんですけど、その人の人格が現れるわけですよ。僕、たくさんのカメラマン、特に無名のカメラマンも知ってきてますから、有名なカメラマンも知ってますよ。それこそ多摩美術大学にいたから、多摩美のその姉妹校に多摩芸術学園ってあって、そこにその、写真部があったので、例えばその今私がご厄介になってる美写真ギャラリーさんの、まあ、重要な作家であるトーマス・照明さん、トーマス照明先生もお話ししてるし、作品も見てるし、展覧会も見てるし、でそういうふうにして、あと私に写真を教えたのは、実はトーマス照明さんじゃなくて、中井田拓磨さんだったんですね。中井田拓磨さんの、とお話しして、それで自分、今緊急警報が出て、台風19号はあれ、来てるって言って、切れてしまいましたけども、まあ、簡単に言ってね、そうやって、中井田拓磨さんに私は写真を教わったんですね。今緊急警報が出て、台風19号はあれ、来てるって言って、切れてしまいましたけども、まあ、簡単に言ってね、そうやって、中井田拓磨さんに私は写真を教わったんですね。先ほどの紹介しましたその柳川さんの写真なんですけども、これはね、これは実は創造界象徴界現実界三頭目ディープミステリーノーネーム越境未知その先死っていう10回があるんですよ。でそれはだから私が、まあ、彼女を評価するのは、彼女の人格が、先ほどもちょっと言いかけたけど、人格が写真に出てるんです。言い換えると、写真っていうのはカメラでもってね、撮ってね、写るもんじゃないの。映画研究会の、人で、宮本隆二っていますけども、宮本隆二がですね、写真っていうのはシャッターを押せば写るもんだって言ったわけ。シャッターを押せば写真が写るっていうことはないです。そんなにね、簡単じゃないの。でみんな気がつかないだけ。目がないしね、そのなんていうかな、教養がないからそう思うわけで、まあ、別に宮本隆二さんが教養がないというわけじゃないですが、まあ、学生時代で言えば宮本さんが、まあ、デザイン科の出身だってことはあるんですけど、そのドストエフスキーについて一回議論したことあるんですよ。だから彼はそのドストエフスキーを読むっていう教養はあるわけですね。だけどそれがほら、世界の名著というかさ、そういうこう表面性で読んでるっていう問題があって、ちょっと違うんじゃないって私は議論をしたわけね。そのドストエフスキー、日本でこう評価する人たちたくさんいるけど、でもドストエフスキーのその文学っていうのはさ、一番問題なのは様態なんだけど、つまり彼は原始人なんだよね。ソビエトっていうか、ロシアの人たちって全員じゃないですけど、かなり野蛮人というか原始人だろうね。でその原始に還元することの中で語っていくんだよね。ね。だからその
面白いのは面白いですけど、うん、だからまあそういうこともあって、うん、で彼はだから写真っていうのは、うん、そのシャッターを押せば写るっていうんだけど、うんうん、現実に写真撮って写らないからね、うんうん、僕も写真だから撮ってきてるけど、うんうん、写らないよね。そうですよね、うん、なんか気抜いて撮ったりするとなんか全然そうなんか、まあ、逆にそれがいい時もあるのかな、うん、写らない。そんなにね簡単にだから写真、うん、カメラもいいカメラ持っててさ、ニコンならニコン持ってて、実際、うんうん、愛知トレーナーの時、あ、越後妻にトレーナーの時にあのスタッフの人にいたんだけど、うん、ずいぶんいいカメラ持ってる、あ、いいカメラ持ってるねって言ってさ、うん、写真見せてよって言って、うんうん、で私ダメなんですっていうのね、で見せてもらうでしょ、うん、そう写ってない、とにかくシャッターを押してるよ、うんね、うん、だけどまあ簡単に言えば何を撮ろうとしてるのか、うん、ね、うん、つまり写真を撮ることによって何を撮ろうとしてるのかっていう部分がさ、うん、ないわけ、うん、でまあ宮本龍二さんの写真っていうのも実はそういう写真でありまして、うん、あの本で見てるときはそんなに気にならないんですけど、うんね、うん、ところが学装して一、うん、枚で見るじゃないですか、うん、そうするとこう見る方はかなり困るのね、うん、何を撮ろうとしてるか見えないのね、うん、だからそれは森山大道さんもそうですよ、うん、あれもね本の作品で、うん、本としては別に見てるとき気にならないですけど、うん、高石ギャラリーさんでこう学装をした、うん、高石さんがね、うん、森山大道のカタログレゾネ作ってるの、うん、で確か五感本だったんですけど、分厚い本で五感本あるわけですよ、うん、で私は全部ページめくって全部見ましたから、端から端まで、うん、ね、うん、でそういうやっぱり、まあ、ある種の森山大道さんが見えちゃうわけですよ、うん、決して素晴らしい写真家ではないです、うん、で大体写真が成立してないですよ、グラフィックですよ、うん、グラフィック、うん、グラフィックだからみんな嬉しいわけ、まあ、一種のデザインなんですよね、うんね、うん、だからまあその森山さんの悪口を言おうとしてるわけじゃないけど、あなたの写真と実は、ネット上で、うん、あの比較して、そうですよ ね, ね、恐ろしい話だよね、恐ろしい比較ですね、恐ろしい比較だよね、うん、これはあの柳川さんは無罪で、柳川さんの意思じゃなくて、ね、私が勝手にやったんだけどね、うん、ただ柳川さんの写真の面白さっていうのは、うん、そういう彼が持ってるグラフィックではない写真が写ってるから面白いわけで、うんね、うん、それを、まあ皆さんにご紹介したいっていうことがあったわけですね、うん、でそれを分かってくれる方がいらっしゃって、はい、まあ、あのコレクターの方ですけども、うん、あのやっぱり目がいいので、うん、まあ、分かってくれたわけですよね、うん、それで、まあ、買ってくださったと、はい、でまあ、これ お金のこと言うのはあれなんですけど、結構ね実を言うと、ね、お金かかってんだよね、はいね、はい、そんなに安くないんだよね、これだけ出力するっていうとね、うん、安くないですよね、うん、安くない、うん、ですから、まあ、実を言うと1万円だと、うん、まあ実際には赤字という言い方は違いますけども、まあ、ね、いろいろ考えると赤字に近くなりますよね。そうなんです、いろいろ手間かかってくるからね、うん、だからまあ簡単に言えば、まあ、ギャラリー期待分子ギャラリーで言えばギャラリーの取り分はない、ね、今回で言えば全部、うん、そうですね、うん、全部柳川さんにお支払いすると言ってて、ギャラリーの取り分はない。だけど実際にはギャラリーが、あの記載分子ギャラリーが、まあ特に糸崎さんがずいぶん働いて動いてくれてやってるので、それがただ働きになるわけですね。だからまあこれは自体はもうちょっと値段を上げていかないと、まあ無理なわけですよね、このサイズは。だけどまあいい写真が撮れてね、あの出力できて本当に良かったと思っています。